日常に潜む恐怖動画ベスト。ノック。もうまたもう。毎晩深夜2時になると不気味な女の霊が出るという公衆トイレ。怪奇現象を撮影しようとする男性2人。あそこだ。その霊が最も目撃されるのは一番奥の個室だという。絶対取ってやるぞ。しかしこの後思いもよらない恐怖が2人を待ち受けていた。そこは少し広めの個室だが、2人が入った瞬間、おい、なんでドアが閉まったんだ、わかんない。そして、入り口の方で個室のドアをノックする音が。なんだよ。その音は次第に近づいてくる。そして、不気味な女が。戻ってきた携帯。これからお見せする動画は、携帯を修理に出して戻ってきた際になぜか勝手に入っていたものだという。自分では撮影した覚えのない映像が残ってて、誰かの結婚式なんですよ。ちょっと気持ち悪い感じの人の撮影した覚えのない不気味な映像。それでは早速問題の映像をご覧いただこう。それはかなり昔に行われたであろう結婚式の映像。一体なぜこんな映像が携帯に入っていたのだろう。この最前列にある神棚の鏡に後頭部のようなものが映って見える。参列者は皆神棚に向かって座っている。本来ならばここには新郎新婦の顔が映っているはず。しかし、もう一度、絶対に映るはずのない振り向く女性の顔。なぜ戻ってきた携帯に入っていたのだろうか。体験入学。とある専門学校の体験入学を記録した映像。映像制作の知識を教えるこの専門学校では、体験入学の際、町に入学希望者を連れて行き、自由にビデオ撮影をさせるという。しかしそんな映像の中に不可解なものが映り込んだというのだが、専門学校の体験入学で撮影した映像に不可解なものが映り込んでしまった。お分かりいただけただろうか。ビデオカメラで撮影を行う若い女性の傍らに着物姿の女性が映っている。かつてここで不幸に見舞われた女性の怨念が姿を現したとでも言うのだろうか。マジですか。戦慄の視線。この家の主は毎晩奇妙な視線に悩まされているという。その原因を探るべく、
部屋の中をカメラで撮影することに。気味悪いな。毎日毎日誰なんだよ一体。今視線感じたぞ。誰か見てたよな。何？気のせいなんかじゃない。やっぱり誰かに見られてるんだよ。もう一度。カメラが奥の窓に向けられると、そこには白い服を着た少女らしき姿が。そしてもう一度カメラが窓を映すと、その姿はない。ほらほら、さらに今度は別の窓からこちらを覗く少女。あなたも見られている。ジェットコースター。とあるレジャーランドに遊びに来たカップル。彼氏がジェットコースターに乗る彼女をビデオで撮影した映像。あんな高いところまで行くのよ。ほら下取って。下。ああ下はこりゃ高いぞ。来るぞ来るぞ。ああ落ちるぞ。そしてこの後、この映像にとんでもないものが映り込んでしまう。気づきになっただろうか。はしゃいでいる彼女の顔のあたりをご覧ください。前方からカメラが彼女の方に向いたその時、奥から覗く男の顔が。佇む女。恋人と共に関東近郊の海へ遊びに行った時の映像。その中に不可解なものが映っていた。海岸に立ち尽くし何かをつぶやく女性、その首が突然落ちる。